どうもマッシーです。今日も楽しく法律を勉強していきましょう。今日のテーマはこちら、カズエ顔面負傷事件です。軟式野球ではデッドボールを受けてもそこまで大怪我をしないものだと考えていましたが、顔面にデッドボールを受ければ鼻を骨折することもあると知ってビビってしまいましたね。さて今日は交通事故で顔面を負傷した場合の慰謝料が問題となった事件を紹介してみたいと思います。一体法律上どのようなことが問題となったのか、この点を知っていくことは皆さんの人生にとってきっと役に立つ知識になると思いますので、最後までご視聴いただけたらと思います。ではどんな事件だったのか見ていきましょう。自動車を運転していた渡辺金次は、少女の本橋和恵を発見したものの、警笛を鳴らしただけで十分な減速をせずに走行したことから、和恵と接触事故を起こしてしまいました。この事故により和恵は顔に消えない傷を受けたことから、母親の本橋久子は和恵の被った損害以外に娘の顔の傷を見て、自身が受けた多大な精神的苦痛に対する損害賠償を求めて提訴しました。本橋久子は、私は夫を戦争で失い、内職をしながら和恵を育ててきました。なのに今回の事故で和恵の顔にこんな傷が残るなんて不憫でなりません。娘の将来を思うと心がズタズタに傷つきました。なので直接の被害者として娘の被った損害に加えて、近親者である私が被った精神的苦痛に対しても慰謝料を払っていただきたいです、と称しました。これに対して渡辺金次は、民法711条によれば、交通事故の加害者の父母や配偶者、子が被った精神的苦痛に対して加害者が損害賠償しなければならないのは、被害者の生命を侵害した場合に限られている。なので今回の事件のように近親者の身体障害により、たとえその父母や配偶者、子が精神的苦痛を受けたとしても、加害者は損害賠償する必要はないはずだ、と主張しました。そこまで。これらを受けて最高裁判所は、本橋和恵は渡辺金次の不法行為により顔面に障害を受けた結果、外傷後遺症の症状となり、果ては医療によって除去しえない著名な斑痕を残すに至り、同女の容貌は著しい影響を受け、多面その母親である久子は夫を戦争で失い、それ以来自らの内職のみによって和恵のほか一時を養育しているのであり、不法行為により精神上多大な苦痛を受けたというのである。ところで民法709条710条の各規定と対比してみると、諸論民法711条が生命を害された者の近親者の慰謝料請求につき明文をもって規定しているとの一時をもって、直ちに生命侵害以外の場合はいかなる事情があっても、その近親者の慰謝料請求が全て否定されていると解しなければならないものではなく、むしろ久子はその子の死亡した時にも
比較しうべき精神上の苦痛を受けたと認められるのであって、民法709条710条に基づいて自己の権利として慰謝料を請求しうるものと解するのが相当である、と判決を下しました。今回のケースで裁判所は、交通事故により顔に傷跡が残った娘の母親が、その事故で娘の生命を害されたのと同じくらいの精神上の苦痛を受けていた場合には事故の権利として慰謝料を請求できるとしました。その後も最高裁判所は、12歳の娘が不法行為により身体の障害を受け、娘が世間並みの幸福な結婚生活を送れるかどうかを危惧するなど、その父母が相当の精神的苦痛を味わっている場合には事故の権利として加害者に対し慰謝料の請求ができるとしています。痛ましい事故がなくなることを願ってやみません。以上、エンタメフォワークでした。ではまた。